はい、皆様こんばんは。仏教哲学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、大石寺覚蔵日蓮真筆弘安3年3月の始心殿本尊の検証でございます。この始心殿本尊っていうのは、最近日蓮宗師は始心殿の本尊だって言い換えてますけれども、まあ、古来からの名前は、この始心殿の本尊という名前なんですよね。はい。日付が弘安3年、1280年の3月という日付が入っている曼荼羅本尊でございまして、はい、これがですね、珍しく、その日蓮大聖人御神筆御本尊種に載っている、まあ、数少ない大石寺覚蔵の日蓮真筆の曼荼羅本尊でございます。はい。その曼荼羅本尊なんですが、日蓮大聖人御神筆御本尊書に載っている。これがそうですね。はい、これが始心殿の本尊でございます。はい、なかなか筆致がいいんですよね。はい。綺麗になんか字がまとまっている感じがします。はい。で、解説文の方がこちらですね。はい、これが解説文が載っている部分でございます。はい。で、これはですね、富士修学要集に載ってまして、これ、富士日光が、まあ、脇書きだけですけれども、載せております。はい。富士修学要集第8巻に載ってますね。はい、こちらがそうです。はい、第8巻のこの曼荼羅のところなんですが、はい、178ページの2行目のところ、括弧して始心殿御本尊と伝承すって書いてる。はい。ここに載ってますね。はい。はい、これは富士修学要集の第8巻に載ってますね。はい。まあ、これは脇書き入りだけでございます。はい。そしてこの始心殿の本尊なんですが、これ大石寺にありますんで、毎年4月に行われております大石寺の霊峰虫払い大法会で、客殿にこれ奉迎されます。はい。で、霊峰虫払い大法会に参詣したご信者の方は拝観できるということでございますね。はい。かなりね、結構前の方の正面のところにですね、ガーッとこう、奉迎されるんですよ。はい。だから、これ見てすぐわかると思いますね。はい。はい。そしてですね、この日蓮大聖人御神筆御本尊集ではですね、この現在法蔵は不明って書いてあるんですよ。はい。先ほどお見せしました、この解説文のところですね。はい。ここのところ、現在法蔵不明って書いてあるんですよね。はい。で、不明になってるんですけど、この日蓮大聖人御神筆御本尊集の82番の曼荼羅本尊は、これはですね、大石寺にあります、始心殿の本尊であるということが判明しております。これは間違いございません。はい。そうしたらですね、大石寺は、日蓮大聖人御神筆御本尊集に、自分の お寺にある曼荼羅本尊の写真を載せることを拒否していたのに、なんで、この本尊の写真が載ってるのかということになるわけですよ。はい。いや、これはですね、当時この日蓮大聖人御神筆御本尊集が編纂されていた当時の日蓮宗宗の僧侶にですね、小笠原慈門という人がいたんですよ。で、この小笠原慈門という人の名前は、もう結構ね、お聞きになった方がいらっしゃると思います。1952年のたぬき祭り事件 で、創価学会の男子部にですね、なんか、吊るし上げられた、僧侶ですね。はい、小笠原慈門。狸祭り事件で有名でございます。はい。小笠原慈門氏がですね、日蓮大聖人御神筆御本尊集編纂に非常に協力的で、まあ、この方が個人的にですね、その大石寺覚蔵の曼荼羅本尊の写真を立正安国会に送っていたと。まあ、こういうことでございますね。はい。それなんですが、もう一つ気になることがありまして、この立正安国会の検証にですね、先ほどお見せしました、その解説文のところにですね、この始心殿の本尊の右下隅に授与所があったのを再落した形跡があると書いてあるんですよ。はい。
で、この解説の一番この端っこのところに載ってますね。はい。右下隅に授与数の存したのを再落した形跡があるというふうに書いてあります。で、この再落したっていうのは何かっていうと、まあ、これ自然にこの授与数が消えちゃったのか、あるいは故意に削ったか、まあ、どっちか、まあ、要するに授与数が消えちゃってるってわけですよね。まず自然に消えるっていうことはまずありえないと思いますよね。自然に消えたらね、自然に消えたってわかるんですよ。ところが、まあ、わざと削った 消したんですよね。そういうことはわかるわけですよ。だから、こういうふうに書いてあるわけですね。で、もう一つ書いてありまして、弘和3年3月の沙弥日斎授与の本尊は、当本尊の模写として、日蓮大聖人御神筆御本尊師に載ってないというわけです。で、この一番この右端のところに書いてありますね。沙弥日斎授与の本尊は、当本尊を模写したもののようであるというふうに書いてあるわけです。これと同じだったわけですね。だから、この沙弥日斎の 授与の本尊というのは、この地神殿の本尊の模写だから、これは神筆ではないから、神筆御本尊師には載ってないと。まあ、こういうことでございます。そしてですね、1987年4月6日の霊峰虫払い大法会の説法でですね、大石寺67世安倍日顕法師が、この四神殿の本尊という名前をですね、一方的に四神殿寿の本尊、四神殿の本尊というふうに名前を変えちゃったんですよ。勝手に名前を変えてしまったんですよね。だから今、日蓮宗宗では四神殿の本尊とか四神殿寿の本尊なんて呼んでるんですけど、古来の名前は、この四神殿の本尊という名前なんですよ。で、それどこに載ってるかっていうと、これ日顕全宗に載ってるんですよね。で、これが日顕全宗です。霊峰虫払い大法会が載ってます。ちょっとこれもう本がもう崩れてきちゃってるんで、ちょっと今回はコピーでいきたいと思いますね。これがコピーです。で、勝手にですね、名前を変えてもう是非を論ずる必要はないなんて言ってんの。もうなんで一方的なこと言ってるわけですね、これ。自分の独断と偏見で勝手に名前を変えて、もうそれ以上論ずる必要はな、必要もないとか言ってる。とんでもなく言ってるんだけど。で、その日顕法師がなんでその四神殿の本尊を四神殿の本尊という名前を変えたのかという理由をちょっとまとめてみたんですよ。で、一つは、四神殿の本尊の名称は、曼荼羅本尊の中には記載されてないと。どこにも書いてないじゃないかということですね。それは一つ。で、二番目が、大石寺48世日霊の書いた富士大石寺明細誌の中にですね、まあ、書いてある。伝って書いてあるわけですね。四神殿の本尊の名前は伝、つまり言い伝えなんだということが、この富士大石寺明細誌に書いてあるということです。で、3番目はですね、四神殿の本尊とは、四神殿の本尊という名称が転化した義があるって言ってるんですよ。転化って、なんか、いきなり名前、使ってるんだけど、転化って一体何かって言いますと、文字の写し間違い。2番目がですね、言葉の本来の発音がなまって変わることって書いてあるんですね。つまり、四神殿の本尊が四神殿の本尊になまって変わったとか言ってんだよね。本当かよって言いたくなるよね。で、次にですね、この四神殿の名称が、日蓮日光の大法殿寿の院からも、適切な名称だとか言ってんだけど、このね、日蓮日光の大法殿寿とか言って、要するに二箇の僧女のこと言ってんだけど、二箇の僧女っていうのは全くの偽証なんで、そんな日蓮日光の大法殿寿なんていうのはないんですよ。だから、これは、外れますね。この理由としてはおかしいわけです。で、次にですね、瞑想は四神殿の本尊だが、信仰観においては日蓮から日光への四神殿寿の本尊であると。
そんなだって、じゃあその獅子神殿の本尊にね、日蓮から日光にその獅子伝授したって書いてあるのかっていう話になるんだけど、そんなことも全く書いてないんですよ。もう勝手にね、こんなこと言ってるだけなんですよね。で、獅子伝授の本尊だとか言ってるんですよ。とんでもないですよね、本当に。はい。それでですね、この大石寺67世日見法師の見解はもう全く間違った見解だということをですね、まあ、スパッと言っとかなきゃいけないと思います。で、まず1番目がですね、弘安3年、1280年3月の獅子神殿の本尊が日蓮から日光に獅子伝授されたっていう証拠は全くない。どこにもそんなこと書いてないんですよ。もう勝手に日見法師が言ってるだけ。はい。で、2番目にですね、日蓮神筆と日光地蔵本尊がもう一幅も現存してないんですよ。そんな脇書きが書いてある日蓮神筆本尊って一つもないんですよね。はい。で、3番目に、獅子神殿の本尊とは、獅子殿の本尊という名称が転化したというならですよ。はい。古文書に獅子殿の本尊の名前が残っていなきゃいけないんですけれども、そんな名前はいずれの古文献、古文書にも出てきてないんですよ。はい。だからもう勝手にね、こう、日見法師はこんなこと言ってるだけなんですよね。はい。それから4番目に、右下隅に授与所があったのを再略した形跡があるということを、まあ先ほど日蓮神筆御本尊書に書いてあると。だこれは自然に消えたか、故意に消したか、まあいずれかだと。ならば、日見法師が言うように、これがね、獅子殿の本尊だというなら、なんで授与所をね、勝手に消す必要があるのかっていう話になるんですよ。この獅子殿のことが、その授与所に書いてあるんだったら、それを残しとかなきゃいけないわけですよね。もう勝手に消しちゃいけないじゃないですかって話になるわけですよ。はい。だから、この日見法師の言ってることは全くの間違いなんで、まあ、仏教神学研究会では、この日蓮大聖人御神筆御本尊集の82番の曼荼羅、今、日蓮聖宗が獅子殿の本尊というふうに呼んでいる曼荼羅本尊は、今後とも仏教神学研究会ではですね、獅子神殿の本尊と呼ばせていただきますと、こういうことでございます。はい。そして次はですね、日蓮宗集の末寺にですね、この獅子神殿の本尊を模刻した板本尊があるんですよね。で、これは前から、まあ、申し上げておりますが、少なくとも5体あるということです。1体目が1120年、応永27年4月15日に造立した福島県いわき市黒須野にある妙法寺にある板本尊。これが獅子神殿の本尊を模刻した板本尊であると。2番目がですね、1445年、文安2年11月6日に、まあ、造立された大石寺宝蔵にあります、お身代わりの板本尊ですね。はい。これが獅子神殿の本尊を模刻した板本尊であると。はい。3番目が、日付が入ってないんですけども、栃木県下野市小金井の蓮如寺にある板本尊。これ、日中の顔が入ってるということですね。はい。これが獅子神殿の本尊の模刻の板本尊。4番目が、日付が入ってないんですが、福島県いわき市いわきにある蓮如寺の板本尊ですね。この蓮如寺って今、昇進会の住職が住んでいますが、まあ、この人がお亡くなりになったら、また日蓮宗宗に返還されるんじゃないかというふうに思います。はい。で、次が1412年、応永19年10月13日の日付が入っています、栃木県栃木市平井の真如寺の板本尊ですね。これが獅子神殿の本尊の模刻の板本尊であると。脇書きに、右願書園部日中弟子、正法阿闍梨日系造立と、唯定日英大、応永19年10月13日というふうに書いてあって、大石寺8世日英の代に造立したというふうに書いてあるんですが、実際は大石寺9世日英の代に造立された板本尊であるということなんですよね。で、ここに載っているこの5体の板本尊、全部獅子神殿の本尊を模刻した板本尊なんですが、これを造立したのは5体ともですね、はい、この方でございます。大石寺九世日中であるということでございます。はい。というところで、今回はですね、大石寺にあります、獅子神殿の本尊の検証をした次第でございました。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。
またご意見を寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。